まあ、直美さんはまあ基本的に寮ですけど、はい、やっぱりナイター終わって帰ったら寮はしっかりご飯って準備されてるんですか？ご飯は準備されてます。おやっぱりきちんと食べてらっしゃいました。ご飯よく、そうですね、食べましたね。遅くでも待っててもらったのでしっかり食べるようにはしました。ねえ、野球選手の場合、特にあのナイターですと、名古屋ドームの場合はだいたいお昼過ぎぐらいに球場に入って、で練習終わるのが4時ですから、あれだいたいナイター前の食事って何時ぐらいですか？田中さん、4時から4時半ぐらいに食べてます。4時から4時半ぐらいに食べて、で試合やってっていうことですけど、野目さん、平均するとナイター終わり食事は何時ぐらいになるんですか？シーズンの時は12時半とか。そんなに遅くね。まあそういう意味では本当、体ね、維持するっていうのはすごい大変なことですけれども、じゃあ野球の話に進んでいきたいと思いますが、じゃあまずはお兄ちゃんから伺いましょう。武尊さん、はい、今年2010年、シーズン終わって、まあ、ちょうど日本シリーズ終わってから1ヶ月近くですけれども、今年を振り返ってみていかがでしょう？そうですね、自分の中では一番やれた年なんで満足感もあるんですけど、やっぱやっぱ上を目指してもっとやりたかったなっていう、自分の弱さも出たなと思って悔しさもあります。まあ、今年はね、シーズン開幕前から外野手のポジション争いを大変だぞっていうことを言われてたんですけれども、最後の最後まで大変でしたね。そうですね、ずっと日によって変わってたんで、はい、どうしよう、もう来年はぜひポジションを奪ってやるぞと、ライトでたくさん出れるようにしたいと思います。そして直道さんは、井端選手の、ね、怪我というアクシデントの後、急にセカンドやってっていう言われて、見事にそのセカンドのポジションをこなしたわけなんですけど、最初にですね、セカンドって言われた時にはどういうお気持ちでした？ちょっとマイクの調子が大丈夫ですかね。これは喋ります。あれ、あー、出ました出ました、すいませんね。じゃあ、改めて質問しますけど、セカンドをやってって最初に言われた時ってどんなお気持ちだったんですか？チャンスだと思いました。おお、ってことは、もうプロに入ってからは全然経験のなかったポジションですけど、やれる自信ってのはある程度あったんですか？そうですね、まあ、2軍の頃から守備は一番鍛えられてきたので、まあ、セカンド、まあ、プロ入ってやったことなかったんですけど、まあ、やれると思ってやってました。井端選手がね、今年、まあ、本格的に荒木選手とコンバートでセカンドになった時に、やっぱりセカンドってのはボールを取った後前に投げるんじゃなくて、基本的には一塁方向、要は右に体をねじって投げなきゃいけないっていう形で、まあ、ちょっと難しいみたいな話を聞いたこともあるんですけど、その辺の難しさってのは特になかったですか？そう、まあ、セカンドずっとやってて、まあ、今年うまくいったからかもしれないですけど、サードの方が難しいかなとは思いました。あ、そうですか。はい、やっぱホットコーナーと言われるだけあって。そうですね、打球の速さも違うし、一瞬でサードを判断しないといけないんで、そういう面はすごくサードの方が気使うなと思います。ねえ、まあ